はバレットインストラクターのエイミーです。今から、ランニングしていきたいと思います。今日のウェアはズート、トライアスロンブランドのズートというウェアを着ています。軽くて、風もしっかり、防いでくれる、これウィンドブレーカーですねを着て走ります。あとタイツもズートのね、これです。ズートのねチャックで開けてというタイツ入ってます。こういうマークが入ってますね。これもちょっと軽い着圧がついていて履くと気持ちがいいですね。これ履いて走っていきたいと思います。あとね、インナーにランニングの、スポーツブラをつけています。ちょっとあのランニングする時の揺れによってで、バストの形変わったりしますので、やっぱりねボディメイクを進める、インストラクターとしては、そういったものも使っています。ちょっとメーカーはまた後ほどそのインナーウェアの、紹介動画や、今後紹介していきたいと思います。皆さんもちろんランニング慣れている方は使ってると思いますが、今から始めたい、何か体を動かすことを始めたいという方におすすめなインナーですので、また後ほど改めて紹介したいと思います。ではね、走っていきたいと思います。ちょっと今日は2時間走りたかったんですけど、めいこちゃんが突如オート下痢で、はい、ちょっと面倒見てたらあと30分ぐらいしか走れなくなったので、急いで30分走っていきたいと思います。行ってきます。25分ほど走りました。ちょっと急ぎなので時間ないので、はい、キュッと、はい、走りましたね。キュッとちょっとスピード上げて走るのもいいですね。はい、今日はちょっとご紹介また紹介かよって感じですか。興味のある方だけどうぞ。これですね、見えますか。スポーツ羊羹、これね、井村屋株式会社という井村屋さん、あずきバーで有名な、三重県のね、津賀本社の、とこから出ている羊羹です。これね、自転車乗ってる人なんかよくポケットに入れたりしてるんですけど、私ランニングの時とかにも、食べるようにしてます。私勤めてる B ショップおうちでも販売してますので完全に CM ですが、はい、すごく良くて、普通の羊羹でもいいんですけど、やっぱね、小豆といえばな井村屋さんが作ってるので、まあ信頼はあると思います。私もアイスクリームはちょっとあんまり食べないんですけど、氷菓子、小豆バーだけはちょっと特別扱いでまあちょっと許して食べてるんですけど、はい、なんでね、入ってるのは砂糖、生水飴、寒天、食塩、まあ変なものは入ってないっていう感じですね。糖分ですけど、やっぱり運動後に糖分しっかり補給するの大事ですので、しかもこういう甘めのやつね、はい、普段ガツガツ食べるわけじゃないです。走った後とか運動した後はきっとすぐ腸回復といって甘いものを入れるっていうのが大事になってきますので、こういったものをね、途中で、長いランニングの時は途中で、キュッと走った時は終わってから食べるようにしてます。おすすめスポーツ羊羹です。お見知りおきを。以上でした。じゃあ今日は、自転車屋さんのお仕事行ってきます。